今日はもう完全フル装備で、やってきました。2度目のね、訪問になるんですけども、今日はね、あの高瀬鉱山っていう岡山県と鳥取県の県境にあるクロムを産出していた鉱山ということです。まあ、この地元の、人によると結構あの鉱物マニアの方が訪れて、いい石はみんなに、まあ、取られてるけど、まあ、頑張ってくださいみたいな感じで、まあ、僕もそんな収集家ではないんですけども、結構マニアの方は、来る場所だそうです。で、今回はですね、まあ、普通に歴史的な観点で、見ていこうかなと思います。で、今回産出されるされていた、クロムなんですけども、まあ、一体何なんだということなんですけども、もう昔からね、必要なものとして利用されてきたんですけども、まあ、錆びにくい、ものだということで、あの自動車の部品から、まあ、剣とか、まあ、武器、そういうものに金、あの錆防止で塗られていたものと、されています。非常にあの重要なものだということです。よし、ちょうどね、あの、最初の撮影は、去年の4月か3月ぐらいでした。で、この今撮影の時期が5月なので、ちょうど1年ぶりになります。ここにちょっとなんか普段見ないような感じの、石ですね。ここにあの建物があった痕跡が残っています。これがベルトコンベアかな。
よし。よし。よし。お、やれ。こちらも前回来た場所です。トイレになります。明治時代によく見られた小便器があるんです。次行きましょう。よし。ここが大規模な鉱山の中心となる建物があった場所なんですけども、今はもうぐちゃぐちゃに崩れてます。で、ここから、よく見るとトロッコが通ってたと思われるレールが下に伸びてるんですけども、もうところどころでもうレールだけになっています。で、この目の前にもトロッコのレールがあります。なので、おそらくここから、
鉱山の産物をトロッコで運んで、下まで下ろしてたのかなというような感じです。でこのさらに上にもまだ最後の砦があります。登ってみましょう。だいぶね草木で覆われてるんですけども、よし、このよく見るとレールが見えます。一本しか見えなかったトロッコのレールが2本見えます。よし、こっち側にも線路が伸びてますね、トロッコの。作業員のヘルメット。これはあのトロッコの車輪でしょうか。
よし。昭和52年7月、何日だ ?7 月火薬製造の取り扱いです。はい、というわけで今日はこんな感じでお届けいたしました。もういつ完全にねもう倒壊してもおかしくないようなこの、建物なんですけども、まだ残っているということで、昭和、52年のと、書かれた、用紙があったりとか、まあそれぐらいまで稼働してたのかなと思いますけども、まだこのトロッコのレールが残ってるということが、なんかすごい歴史を感じるなと思います。というわけで今日はこんな感じでお届けいたしました。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。